これでよし。うん、大きく見た目が変わったわけではないが。それでも雰囲気が全くの別物になったわ。されどもまだ足りぬ。いにしえの姿を取り戻そうとな。ふん、懐かしき白雲の乱の装いか。動くな。頬を下ろすがいい。我はただ語らうつもりで目覚めただけよ。断る。おかしな様子を見せればすぐにお前を撃ち抜く。そう息巻くな。お前たちは二要求を知りたいのだろう。ええ、二要求。あなたの獲物は何？口惜しくもそれは我の預かり知るものではない。あの時のあなたは今にして思えば焦っていた。それはなぜ？狩るべき者との戦いが近いのでは。うん、そうなのやもしれんな。人ごとのように孫を惑わせ何をしようとした。二要求はただ無二の使い手を求む。他にこの弓が何を思うているかはかすかに感ずるのみよ。我は二要求がお前たちと言葉を交わすための道具に過ぎんのだ。二要求に意志はあれと言葉は持たぬゆえな。誰なの？あなたは。かの白雲の乱にて二要求を手にした古の意図、その魂よ。この金色の弓がいずこから来たか、矢尻の向く先はいずこか、そして何を思うて我が魂を捕らえたかは知らぬ。それゆえしばし無駄口を叩くとしよう。お前たちの望む答えはその中にあるやもんな。我はかつて国を束ねたが、国も我も今に名を残さず、それゆえ仮に九王と名乗る。九王の名に偽りはない。城壁崩しの石弓をつがえ一里の先を撃ち抜いたゆえに我はそう呼ばれたものだ。天性の体躯と旅力、そして星の獣の核をうがつ勘をもって我は白雲の乱を戦った。その傍らには九王と並ぶ射手の王がもう一人、社王と呼ばれた小国の主だ。
社王が持つは金色の弓、人の手に余る神秘の弓を社王は百年の研鑽にて斧が力となしたのだ。ことあるごとに金色の弓は怪しく光り、我に問うかのようだった。その手にあれば千里を射抜こうと。やがて社王は没した。金色の弓は二王のいさかいを経て我が手に。以来これは二王宮と呼ばれた。二王宮は水のごとくある。より強き者の手へと流れゆくように。なぜ流れゆくかは我も知らぬ。しかし星の獣と星の民をうがつとき、これはことさらにまばゆく輝いたものだ。そしてはるか昔に白空の乱が収まり、星の獣と星の民が鳴りを潜めた今も、これは戦の最中と同じ景色でおる。思うに星の者を撃ったは格子に過ぎ。二王宮が狙うは何者か我は預かり知らぬ。推し量ることすらできぬ。夢忘れぬことだ。この矢が狙う先は我らの知る世界であるかさえもわからぬ。そして二王宮は望む射手を得んがため、使い手を人ならざる化け物に仕立て上げるやもしれん。宮王が人の心を失い、友の死よりも弓を手にした喜びに震えたようにな。最後に言っておく。人はおのおの鶴の音を世に響かせる。音色も響きの強さも異なる鶴の音を。時にことさら強く音を響かせるものが生まれ、世を震わせる。それを天聖鬼は聞きつけ、斧が使い手とするために現れる。二王宮は今は魔眼の射手にあるが、それに迫る射手も二人。二本まとめて折れる矢も三本束ねれば折れんという。覚えておけ。待て、もう眠りについたみたい。獲物については分からずじまいか。漠然と分かったことといえば、私たちはいつかとても大きな存在と戦うことになる。ああ、そしてその存在と戦うために私は化け物に。ならば二王宮を今のうちに処分してしまうべきじゃないか。例えば空の底へ落とすとか。きっと無駄だと思う。九王が言っていた人がそれぞれ持つ鶴の音、二王宮は私の音を聞いて追ってくる。それに何が起きるにしろ、二王宮の獲物と戦うには二王宮が必要なんだと思う。団長もシルバも、私はみんなを守りたい。だから
惑わされない方法を探さないと。